皆さんこんにちは、鈴の木です。今回は前々回の続きで 4AGU エンジンの燃費測定になります。前々回にオイル交換前と交換ごとで燃費にどれぐらい差が出るか検証したんですが、結果は交換前に比べて交換後の方が約リッター3キロも燃費が悪いという結果でした。その理由は、交換後は夕方から夜にかけて走ったので、気温が低くエンジンオイルが硬くなったことで、エンジンの周りが重くなったことと、リトラクタブルヘッドライトをつけていたことによる空気抵抗と考えました。そこで今回は、オイル交換前に走った時と同じ昼の時間帯で、もう一度同じ距離を走って燃費を測ってみたいと思います。前々回のおさらいですが、まず 4AGU のカタログスペックは1リッター13キロ、 4000キロ走った状態の古いエンジンオイルの時の燃費は1リッター15.64キロ、エンジンオイル交換後の燃費が 12.51 キロでした。そして今回、お昼の時間に同じガソリンスタンドでガソリンを満タンにして、トリップメーターをゼロにして、同じ距離を走ってきました。前々回と同じく 67.1 キロ走った後に、再度ガソリンスタンドでガソリンを満タンにして、走った距離と入ったガソリンの量をもとに、1リッターで何キロ走ったかを計算します。今回入ったガソリンは 5.04 リットルでした。67.1 キロを5.04 リットルで割ると1リッター13.31キロでした。前々回のオイル交換後の燃費が 12.51 キロからリッター 0.8 キロほど燃費が良くなりましたが、正直これは誤差の範囲内かなという印象です。しかもオイル交換前の 15.64 キロに比べると、まだリッター 2.33 キロも燃費が悪いことになりました。こうなるとオイル交換前の時はなんでこんなに燃費が良かったんだという疑問もありますが、この後何度計算してもおそらく今回と同じくらいの数値になると思いますので、エンジンオイル交換前、交換ごとで燃費にどれぐらい差が出るかの検証はこれで終了とさせていただこうと思います。結論としては、エンジンオイルを交換したからといって燃費が良くなるわけではないでした。ちょっとなんとも寂しい結果となったわけですが、で、次回はですね、インターネットで注文しておりました京阪商会さんの丸山モリブレン、こちら京都の斉藤商会さんで購入しましたエンジンオイル添加剤が届きましたので、今度はこれを入れる前と入れた後とで馬力、トルク、燃費がどう変化するのか検証してみたいと思います。年の瀬でバタバタした日が続きますので、検証実験と結果報告は来年の1月になってからとさせていただこうと思います。それでは今回はここまで。また次回お会いしましょう。